ジュラ島。ジュラ島、ジュラエルとは、スコットランドに属する小さな島で、インナーヘブリディーズ諸島を形成する島の一つでも、ある。大立地というのが、もともとこの島の住人が話していた、ゲール語での名称である。英語でこれを綴ると、フロックとなる。スコットランドゲール語には J の文字がなく、続く母音が E、または、I の場合、D は J と発音されるのである。 なお、この島には多くの鹿が住んでいる。ジュラという名前も、北ゲルマン語群で、鹿を意味する、HJRTR に由来すると一般に言われている。ジュラ島は、おおよそ北緯56度、西経6度に位置する。したがって、島の気候は、北、大西洋海流の影響を受ける、西岸海洋性気候である。この場所は、 グレートブリテン島の近タや半島の付け根付近のすぐ西、アイラ島、アイレー島のすぐ北東にあたる。また、ジュラ島の北端とスカルバジマットの間にはコリーベッカン湾、ガルフオブコーリーブレツキン、またはコウヤブリケイがある。この湾では時々渦巻きが発生し、潮の緩満の状態によっては航行が不能となる。ジュラ島の大きさは、 南北約3 8トル、東西約1 3トルで、これはすぐ隣のアイラ島とほぼ同じくらいの大きさだが、現在の人口は160人ほどしかおらず、アイラ島と比べて人口密度ははるかに低い。ちなみに、ジュラ島には野生のアカシカが約5000頭生息していると言われ、人の数よりも圧倒的に多い。 現在のこの島の中心的な集落は、島の東海岸に位置する、クレイグハウス、クレイグハウス、またはトイナ・クラージアという集落である。この集落には、口実のようにウイスキーを生産している、ジュラ上流所が存在するほか、島で唯一のホテル、パブ、商店や教会が集まっている。これに対して、島の西部は、山勝ちで、特にこの島の南西部には、 標高700メートルを超える三つの急勾配な、円錐状の山である、パップス・オブ・ジュラ、パップス・オブ・ジュラ、口述が存在し、険しい地形となっている。現在西海岸に住人はおらず、海岸には崖が続いている。また、かつて島の北端部に位置する、バーンヒル、バーンヒル、または、クロック・アンティ・サブ・ヘイルには、作家ジョージ・オーウェルの別荘があり、彼はここで、 1984年を執筆したことで、この島は知られている。なお、ジュラ島は、ナショナルシーニックエリア、景観の良い場所に指定されている。ジュラ島のフェオリンフェリーとアイラ島、ポードアスカイク島を結ぶ、小さなフェリーが運行している。フェオリンフェリーからは、南と東に、海岸線に沿う形で道路がある。クレイグハウスの機体は、ラック、ターベルと、 アードラッサさらに先へと道路が伸びている。さらに指導がこの道路の終わりからさらに北へと伸びている。この指導の終わるところがバーンヒルのジョージ・オウェルの別荘であった。ジュラ島は古くからウイスキー作りが行われてきた場所であり、1502年にはすでにウイスキーの密造が行われていたという記録が存在する。現存するウイスキーの蒸留所は この島の東海岸に位置するクレーグハウスという集落に存在するジュラ上流所が唯一である。このジュラ上流所の創業は1810年であるが、20世紀に入ってから50年以上にわたって閉鎖されていた。現在のジュラ上流所は、1950年代後半に再建計画が立てられ、1963年に建設され、この年から稼働しているものであるジュラ上流所で、 使用している仕込み水は、標高約300メートルの場所にある、ロッフォア、バレバル系、マーケットこの水である設備は、ステンレス製の発酵槽が6機、高さ8メートルのランタンヘッド型の端式蒸留機、ポットスチルが4機設置されている。このジュラ蒸留所では、アイル・オブ・ジュラ、アイル・オブ・ジュラというシングルモルトウイスキー、スコッチウイスキーが生産されている。このウィスキーは、 すぐ近くにあるアイラ島のウィスキーとは、個性が異なっているという評価を受けている。パッス・オブジュラ、パップス・オブジュラは、塩水上の軽岸からなる産地で島の南西部、事実上南半分を占めている。パップとは、乳首のようなものといった意味なので、パップス・オブジュラとは、ジュラ島の乳首群といった意味である。パッス・オブジュラの、主な山の頂き、パップ、乳首は次の三つで、 どれも標高700メートルを超えている。従って、これらはマリリンにも数えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。